はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、造作買取請求権について解説いたします。まずそもそも造作って何かというと、賃借人が建物、借りた建物に取り付けた畳とかエアコンとか、まあ、そういったものを指します。あとはお手洗いに温水の便座、まあ、簡易的にこうパカッとはめるやつってあるじゃないですか、温水便座、まあ、そういったものも造作に含んできます。まあ、こういったこの造作、賃借人が建物に取り付けたものを後で買い取ってくださいとオーナー、賃貸人に請求できる権利、これが造作買取請求権です。賃借人は賃貸人の同意を得て取り付けた造作を直で買い取りを請求することができる権利、これが造作買取請求権です。あくまでも賃貸人の同意が必要です。これ一つポイントですね。で、直で買い取りを請求できるの、直っていうのは、まあその時の価格ですね。例えばエアコンを取り付けた、エアコン新品だったらどうですかね。6万円とか7万円ぐらいですかね。ワンルームとかだと。まあ大きくなってきたら、まあ、10万、20万ってあるかもしれないんですけども、まあ10万円にしましょうか。わかりやすく。10万円のエアコン新品つけました。でも使っていくじゃないですか。使っていくとこれってどんどん価値下がってきますよね。中古になっていって。そしたら、まあその下がった価格、まあ中古で売り出すっていうのであれば、中古でのその価格っていうのかな。これが時価です。具体的にいくらになるかはわからないけれども、まあ一般的なその中古の価格が時価になるということですね。で、これいつ請求することができるかなんですけども、これは期間満了、または解約の申し入れによって、賃貸借契約が終了するとき、このときに買取請求できるんですね。で、ポイントはここです。期間満了だったり、解約の申し入れによって、賃貸借契約が終了する場合じゃないと、造作買取請求権発生しないんですよ。注意が必要なのは、債務不履行による解除によって、賃貸借契約が終わるっていう場合もあるじゃないですか。つまりこれどういうことかというと、A さんが B さんに建物を貸しました。B さんが賃貸人である A さんの同意を得てエアコン取り付けました。で、その後 B さんが賃料を払わなかった。滞納し続けた。結果的に A さん怒って、A さんは債務不履行による契約解除をした。この場合、B さんはこのエアコン買い取ってと。造作買取請求権行使することはできませんよっていう話です。これもう当然ですよね。もう B さん賃料払わない、滞納し続けている、もう完全に B さんが悪いわけですよ。そんな人に造作買取請求権っていう権利を与える必要ってないですよね。だからこの場合は造作買取請求権はありませんよという話です。で、ここまで話を聞いていて、アパートを借りたことがある方だと、あれ、これまでアパートを借りてきて自分自身でエアコンつけたけども造作買取請求したことないなと、これから造作買取請求しようって思われた方いると思うんですけども、実際この造作買取請求できる人ってほとんどいないんですね。これなぜかというと、これは特約で造作買取請求は認めませんよっていうふうに、この造作買取請求権を排除する、そういった特約がついている場合がほとんどなんですね。で、これは別に認められているんです。造作買取請求権を排除する特約は認められているので、実際、建物の賃貸借契約、まあアパートの賃貸借契約、マンションの賃貸借契約を結ぶと、その契約書の中に、造作買取請求権は認めませんよ、造作買取請求はできませんよ、っていうふうに、まあ、記載されていると思います。なので実際に造作買取請求する方っていうのはもうほとんどいないと、まあ、いうことですね。で、今回これ補足的に解説したんですけども、実はこれテストでも出てきますんで、試験でも出てくるので、ここも含めて、まあ、全てですね、頭に入れておきましょう。まあ、ポイントとしては4つぐらいかな。ここ1つですよね。で、賃貸人の同意が必要だから2つ目。で、この造作買取請求権ができる場合は、期間満了だったり、解約の申し入れの場合、また、それによって終了した時ですよね。で、4つ目が、債務不履行による解除の場合は、造作買取請求権ありませんよっていう、この4つですね。
ここ全て重要になってきますんで、ぜひですね、頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。